おはようございます。釣り子 TV です。地味にすごいワームっていうことで、今カツのこれ今エビですけどね、アンクルゴビートライデントプロ、まあまあ今エビっていう名前がすごい、通り名としては、もう流通してるんじゃないかなと思うんですけど、これのよく見たらですね、ロングスカートって書いてあるんですよね。これがね、釣り具屋さんに並んでいたんで、早速ですね買ってきましたよ。まあ、ポスターとかはもう本当、最終兵器今エビついに登場っていうか、地味にすごいと、今エの最終兵器って書いてありますけどね。シリコンシートインサート成形っていうことで、あの三原虫からね登場したすごい技ですけどね。本当持ちのいいシリコンスカートが中に内蔵されて、まあまあまあ開けていきますかね、どんな感じなのかっていうことで。これはほんとね、ないと一袋買っちゃう系のワームなんですよね。で、何個あるのかな、はいはいはい、2、4、5個、5匹入っているんですけども、あー言われてみれば確かにちょっと長いのかな。これね、いろいろあのホームページとかでググってもね、あんまり詳細な情報が出てこないんですけど、こんな感じ。スカートがまあ長くなっているっていうことでいいんだと思うんですけども、はー、これはもうとんでもない、食わせるための今エビがまあ微妙にパワーアップしたよっていうことかと思うんですけども、これはね、ほんとあの激スレのダムでよくね活躍してくれるんで、ないとね一袋追加で買っちゃうんですけども、自分はねあのマス張りのちょんがけで使っております。で、ミハラムシと違って今エビのポイントっていうのはですね、こことここが別々のシリコンスカートなんですよね。こうあってこう左右に入ってるわけじゃなくて、ここはここ、ここはここっていう部品が内蔵されているので、そこら辺気をつけてリグっていくと持ちが良くなったりとかですね、あとはまあ、ちぎれなくなりづらいよっていうことなんですけども、自分はあのこの頭のところに針をちょんがけして、で岸際にこうオーバーハングの下に入れてですね、ノーシンカーで使うんですけども、これをその中層に、針の重さで中層にやって、そのラインをちょん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 やることによって、これがなんかこうホバリングしてですね、こういう感じでファッ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 ってずっと、なんていうんですかね、一点でにじにじ魚を誘い続けるんですね。こうシェイク、柔らかいね穂先の竿で、ソリッドティップの竿とかですごい細かいシェイクを入れると、こいつがふわ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 ですね、この水面直下の程よいところ誘い続ける。そうするとね、すごいやる気のないバスが下からって見に来て、そのままずっと食わせのアクション入れてると我慢できなくてバカってこうね食いつくっていう、これがねよく釣れるっていう感じでよくやってるんですけどね。あとはあの湖ね、こうそのまあなんだろう状態でやってって回っていて、スクールバスとかで三重バスがいたらその先にこれをペッて入れてね。で、これのいいところはね、あのミハラムシもそうなんですけど、このシリコンのスカートが表面張力みたいな感じになって踏ん張ってるんですよね。水の上でこう沈まないで浮いた状態で保持することができるんですね。このなんていうかな、表面張力でいいんですかね、こう浮いていて、でよしバスがこうわーってきたなーなんていう時にトゥッてね、ちょっとアクション入れてやると、その表面張力が終わって水の中にこうふわーんってこう入っていくんですね、水面の中にふわーんね、バスがすごい気になってるふわーん、なんか水面ちょうどいいタイミングで、ちょうどいいタイミングでこうふわーってね合わせることができるんです。でバスがなんだろう、まあいいか行くかなんていう
時にさっき言ったようなその穂先の柔らかい竿でホバリングアクションをチュンって入れるとうわってなってバクって食っちゃうっていうね、これはほんと面白いんで、なかなかほんと地味な釣りなんですけどね、なんだろうなこう、まああとは見てね、サイズを、魚のサイズを選んで釣ることができるんで、まあ大きなバスでなかなか食わないバスがいるよなんていう時にすごいね、それで釣れるとやってやった感があるんですね。40アップなんかあったりするとあーやったなーなんていう、このスレッカラシの、ね、亀山ダムでなかなか俺は食わしたぜなんていう気分になったりするんで、おすすめの釣りなんですけどもって、まあそれは従来のね今エビでやっていた釣りで、どうでしょうか、ロングスカートになったことによってどう、まあほんとね情報がないんですよね。ただねおもむろにね、こうの今エビだろうって思ってみたらね、ここがねロングスカートってね括弧でね増えてるんですよね。まあまあ釣り場でね使ってみて、まあこれロングスカートだから効いたぜなんていう状況があったら、ぜひ持ってねまたご紹介したいななんていうふうに思うんですけども、今日はねこの、地味にすごいね今やこういうのロングスカートバージョンがあったから買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。